国馬記念病院地域医療支援病院は日本において1997年4月の医療法の第3次改正で制度化された医療機関の機能別区分のうちの一つ目的としては地域の病院診療所などを広報支援するという形で医療機関の機能の役割分担と連携を目的に創設された都道府県知事によって承認される特定機能病院とは 性質が異なっている。二次医療圏あたり一つ以上存在することが望ましいとされている。地域医療支援病院は都道府県に対し地域医療支援病院の業務報告書を出し、各都道府県はこれを公表する。要件は医療法第四条に記されている。当初都道府県や厚生労働省は地域医療支援病院は公的医療機関が担う機能と考えていた。 しかし、公的医療機関であるため外来抑制が難しいことや公務員であるが、ゆえの医療機器の共同利用の公直化などから、紹介率60%すら達成できない状況となった。一方で、民間病院の中でも医療経営に積極的な病院は、障害率アップのため地域医療機関へのきめ細やかなサービスと外来の分離といった政策により、 地域医療支援病院の認定を受けていった。国や地方公共団体は、公的医療機関を診療報酬上も有利な制度に組み入れたいため、紹介率を40%に下げるといった政策変更を行った。結果的にその効果は十分発揮されているとは言えない。1996年4月に始まった制度である、当初地域医療支援病院に承認された多くは、 医師会立病院であった。医師会立病院はその多くが外来を持たず診療所からの検査を受けよう地方に建てられた病院である。そういった点から地域医療支援病院として承認されやすい環境であった。近年診療報酬の削減が進む中、200床以上の急性期民間病院、蒸気政策の実施により力のある民間病院が 地域医療支援病院の承認を受けることとなった。地域医療支援病院に承認されることによるメリットとしては、当時急性期入院加算や、急性期特定入院加算などの診療報酬の加算が得られることに加え、地域医療支援病院入院加算が一人につき、入院初日に一回加算できることであった。現在は地域医療支援病院の多くが d p c 導入病院であるため、 DPC 導入病院の場合は、機能評価係数加算を地域医療支援病院加算の代わりに請求している。患者1人当たり1回の2007年3月現在153病院である。本来二次医療圏に1つの地域医療支援病院を承認するという考えであったが、現在全国358の二次医療圏に対し、地域医療支援病院が置かれているのは110。 医療圏である。地域医療支援病院の考え方も医療提供体制の見直しにより変化している。これまで長年にわたって機能してきた階層型構造の医療体制では患者中心の医療を提供できないという反省から出てきた。階層型医療体制とは一時医療は普段からの健康相談が受けられるかかりつけ医を中心とした地域医療体制であり二次医療は 入院治療を主体とした医療活動が概ね完結する医療。そして三次医療では先進的な技術や特殊内療、発生頻度が低い疾病に関するものなどの医療需要に対応した医療構造である。現在の医療計画制度の問題点としては次の点が挙げられる。社会保障審議会が提唱する新たな医療計画制度での医療連携体制とは、 上期医療体制の確立を目指している。兵庫県地域医療支援病院について2019年7月10日閲覧。ありがとうございます。